こんにちは、快適アートです。今回は自作で分離色の水彩の具を作ってみたので、そのメイキング動画です。使う絵の具はターナーさんに画材協力していただいた透明水彩の具を使います。ちなみに今回作る分離色水彩はプレゼント企画用のものです。他にも原画のプレゼントなどもありますので、まだチェックしていないよという方は概要欄の詳細の動画を見てみてください。0.1g ずつ測れる測りを用意したので、使う色の割合を測って調整していきます。まずはターコイズブルーとローアンバーを使います。分離色を作るには粒立って重く沈むような顔料が使われているグラニュレーション色と、水に素早く軽やかに広がっていく髪に染み込みやすいステイニング色を混ぜると作りやすいです。ターナーさんの透明水彩絵の具の場合、ターコイズブルーがグラニュレーション色、そして茶色のローアンバーがステイニング色になっています。カラーチャートにグラニュレーション色の場合は G って書いてあって、ステイニング色は ST1 とか ST2 という風に表記されています。 ST1 の方が染み込みやすさという意味のステイニングの性質が強いようなんですが、いろいろ試した結果 ST1 でも2でも分離については結構その色によるかなという感じがしたので、もう単純に好みでここは選んでいます。だいたい1対1くらいで作ってみたんですが、青みがもう少し欲しいなと思ったのでターコイズブルーを足します。最終的な比率はターコイズブルー対ローアンバーが7対5になりました。ハーフサイズの水彩パンに入れて固形化させていきます。まあ、絵の具を混ぜる時に手が汚れたりしにくいのと、ホコリが入らないこともありますが、こういう風にハーフパンにすごい入れやすいかなと思ったから、今回は製菓用のちょっと厚手の絞り袋で作ってみました。まずは適当に入れてみて空気を抜いていきます。私は針を使ったんですが、爪楊枝とかそういう細いものを使ってこう混ぜるように気泡を抜いたり、あとはトントンと底を叩いて気泡を浮かせていったりしてみました。たくさん入れすぎてしまうと下に入った気泡を浮かせるのが結構難しいので、少しずつ絵の具を入れては気泡を抜き、また絵の具を入れては気泡抜きを繰り返して量を多くしていく方が良かったです。こんな感じで入れられたので一旦乾燥させます。絵の具の乾燥は日陰で直射日光が当たらず風通しの良いところで行います。次の色味はこの3色を使います。こちらはグラニュレーション色のコバルトバイオレットです。それからグラニュレーションとステイニングの性質を併せ持つオペラレッドを入れました。最後はステイニング色のローアンバーを加えます。オペラレッドの色味は結構分離しやすくて、派手にこうチラチラとピンクが見えるような感じなので、今回はちょっとオペラレッドだけ少なめの比率で入れています。使った絵の具の種類とか最終的な比率は概要欄にもまとめておきますので、よかったら参考にしてみてください。この色は同系色の色を混ぜているので結構変化が穏やかな分離色になります。この赤茶色の時点で結構渋くて好きな色です。こちらもハーフパンにどんどん入れていきます。使った絵の具の種類によって絞り出した絵の具の硬さが変わります。硬い絵の具の場合は気泡が結構抜けにくいので慎重に入れていった方がいいと思います。
次の色味はコバルトブルーとキナクリドンゴールドを使った緑色です。コバルトブルーがグラニュレーション色で、キナクリドンゴールドがステイニング色です。青と黄色で緑になるように作ったんですが、以前紹介したターナー透明水彩のドットカードを使って、あらかじめどの青とどの黄色を混ぜるかを実験してから今回使う色を決めました。黄色にもいろいろあると思うんですが、今回使っているキナクリドンゴールドは結構落ち着いた鮮やかさがあって、青と混ぜた時に透明感のある綺麗な色になったのでこちらを選びました。3日ほど乾燥させたのがこんな感じです。絵の具は上のラインまで入れていたんですが、結構へこみました。指の丸みがスポッと入るくらいのまあまあ深いへこみ方です。気泡が取り切れていないのはこんな感じです。気泡が中で多分集まってくるので、最終的に結構大きめの空洞が空いてしまったりしています。2回目を注いでもう一度乾燥させたらこんな感じです。へこみはまだあるんですが、絵の具を溶くときにちょっとへこんでて、そこに絵の具が溜まった方が使いやすかったので、この状態で完成にしました。後半は自分用のサンプルで作ったものを使用してお花のイラストを描いていきます。紙はオリオンのアクリルデネブという紙を使います。パルプの水彩紙で、今回は彩目の方を使っていきます。筆は絵に合わせた大きさで、水含みのいいラウンド型の筆先のものを使っていきます。まずはターコイズブルーとローアンバーの分離色。絵の具の濃度を確認したいので、一度白い皿に出してから塗っていきます。こんな感じで絵の具を置いた後に、水をつけた筆でたっぷりの水でにじませていきます。ぼかすというよりかは、水を絵の具で塗ったところの隣に置いていくようなイメージで塗っています。絵の具をよく分離させる時のポイントは、水たまりになるくらい豪快に水を使うことです。私はいつもムラなく塗るコツとして、水たまりにならない程度の水加減とかいう説明をよくしてると思うんですけれども、分離色を分離させたい時はその逆で、水たまりをとりあえず作ります。水の中で絵の具が動くことによって分離するので、そのためのこう広いプールを作ってあげるというようなイメージで多めの水を使っています。今回はちょっと訳あって絵が結構小さめなんですけれども、本来は分離色の場合もう少し広い範囲で塗った方が分離がさせやすいです。この花はだいたい2センチ半から3センチくらいの直径なんですけど、これより小さくなるとちょっと分離させるのが難しく感じました。こんな感じで乾いてくると色味が分離してきます。この色は緑青に熱を加えて変色させた焼き緑青という色をイメージして作った色です。一色目は乾いたらこんな感じです。縁に茶色色が出て、ターコイズブルーの覗き方もいい感じの具合になっています。二色目はこちらの色、ドライフラワーの赤いバラをイメージして作った色味です。横から見たバラの花を描いていきます。茶色とピンクと紫を混ぜた色で、分離は結構穏やかなんですが、分離してない状態でも割と使いやすそうな色で気に入っています。
乾いてくると水を追加した部分にオペラレッドのピンク色の粒子やそれから紫色がうっすらと見えてきます。すごく激しい分かりやすい分離色ではないんですけれども、ほんのりと色味が変わる感じで落ち着いた色合いになりました。この辺の水を置いたところら辺に色味の変化ができています。最後はこちらの緑色を使っていきます。一色で葉っぱの色が出せる分離色として作ってみた色です。分離していない状態でも結構いい緑になっていると思います。私はいつも葉っぱを塗るときにオリーブ系の色味と青系の色味の2色くらいを使って塗っていくのが好きなんですが、それを1色で表現してみたっていう感じの色味です。ちょっと塗る範囲がねちっちゃすぎて分離させにくかったんですが、乾いてくるとこんな風に成功したところは色味に変化が出ています。はい、こんな絵になりました。3色だけなんですが色味に変化があるのですごいいい感じのイラストになったと思います。この絵はプレゼント企画の梱包に入れるためのカードにするのでカットしていきます。切るとこんな感じのカードになりました。保護フィルムに入れて分離色ハーフパンと一緒にラッピングしていきます。抽選期間が8月中ということでもう始まっているんですが、すでにご応募いただいている方も多くて楽しく応募の投稿を拝見しています。ご参加いただきありがとうございます。また応募期間は8月末までとなっていて結構長めに撮っていますので、概要欄から内容チェックしてみてください。絵のカードは二重に保護していて、カードの上にハーフパンを入れてまたフィルムに入れています。こんな感じでプレゼント用に10セット分作りました。今日はこんな感じで自作の分離色水彩を作ってみました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。